私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。わしのところに来るのだ。稲妻がお前たちをわしのところへ案内する。急げ怪獣たちよ。好天気悪くちゃせっかくのドライブも台無しだよな。しかしお前と来るといつもろくなことがないな。え、冗談じゃないですよ。何でもかんでも俺のせいにするなんて。確かに蒲生さんと来るといつも変なことが起こるわね。怪獣が出たりスペクトルマンが出たりして。行きましょう。うん、もしかすると怪獣がいるのかもしれない。でもこんなところになぜ。とにかくボスに連絡しよう。こちらにと、ボス、あ、ボス、バロンザウルス、爆心だ。大変なことになる。大丈夫？先輩、大丈夫ですか？
怪獣を呼んでるのかもしれない。いや、そんなことはない。怪獣は全て俺が倒したはずだ。しかし現に目の前にバロンザウルスとサタンキングが生き返っている。どうしてだ。ガモさん、あれは。さあ早く行こう。こっちだ。あ、ゴキブリさん。早く。わしに呼び起こされて喜んで、一度死んだとはいえなかなか生き盛んだ。はしかし同士討ちは一度でいい。これ以上損害が増えてはせっかくの実験がやりにくくなってしまう。まあバリアの中で少しおとなしくしな。ライ全然揃っているか。ええ、まだネズバードンとモグネチュードンが来ていません。でも、そろそろ来る頃だと思いますが。はでは、実験の準備は全て整ったわけだな。よし、X を地上へ下ろす。実験を開始。はあの怪獣は、スペクトルマンと同じサイボーグだ。しかしなぜ。そうか、ゴリはここで新怪獣の性能テストをするつもりなのか。 X にはスペクトルマンと同じ能力を与えてやる。なるほど。それを怪獣との実戦で確認し、より強力な性能を与えねばならない。そうすることによって X はスペクトルマンを倒すことができる。でもせっかく修理した怪獣がもったいないですよ。黙れ。何事にも犠牲はつきもの。つべこべ言わず実験開始。変身しないと。しかし先輩は橘君がいては変身はできない。